アンマックスです。よろしくお願いします。お願いします。お金持ちです。よろしくお願いします。なんてお金持ち。だからみんな知ってますもんね。なんかね、生まれも育ちもいいってことはね。俺でもアンマックスどこでちゃんと知り合ったか。いやだからあれですよ、関西の番組ですよ。東野さんとチャチャ入れマンデー。チャチャ入れが多分初めてです。え、絶対そんなほんまに？はい。ちゃんとだからもうその前に会ってるかもしれないけど、うん、ちゃんと絡んで、うん、会話して、うん、面白いな、なんだこの人って思ったのはもうあの番組ですよ。あ、そう、俺むっちゃ昔から、俺でもなんでこんなに、うん、でその後にそのチャチャ入れマンデーがなんか見てた時に、アグマックスの絡みがおもろいってなって、まあ、俺が貧乏で、アグマックスが金持ちで売ってて、まあ、その分がガチッとおったかしいんやけど、いろんな番組で、そう、俺の番組全部アグマックス出てくるなんてアグマックスの番組俺全然呼べへんっていうね。え、いや呼ばないと、いや呼べないもん。誰が呼べないんや。コンプライアンスってあるんだよ、東京は。コンプライアンスあるか、そんなもんな。いや、ほんで、なんか偶然やんけど、あの同い年なんですね。あの学年も一緒でね。そう、だ誕生日が近いもんね。1969年の12月31日、うんうん、一緒な人で生まれなかったよ、ほんま。で、俺が1月29日から、ほぼ、ほぼほぼ1ヶ月違いで同級生と。そう。意外と同級生っておれへんのよね、僕らの世代。そっか。だから東京だとね、だからネプチューンとかね。あ、ネプチューンね。うん、そこら辺がね、だから昔で言うと抜群だとかね。そこら辺は同い年なんだけど。そう、あのね、うん、これまあ、多分、まあ、関西の人多いかもしれない、うん、俺の、YouTube やから。で、僕らの時ってデビューしたのが1991年とか90年とかそんなんやん、うん、で、なんかこう俺らは大阪で2丁目以上、関西2丁目以上っていうのがあって、で、こっちはボキャブラ天国っていうのがあって、うん、で、そっちは全国ネットやったやんか、はいはい、で、うちは関西ローカルやん。で、ここでね、僕ら千原兄弟さんを一番トップにした大阪県けど、そっちで言うたら爆笑問題さんでしょ。そうですね、爆笑さんとかが、だから世代は上なんだけど、俺らのところに一回爆笑問題干されてるから、おいおいおい、でまた戻ってきて俺らの世代にまた入ってきてくれたっていうかね。でそれでね、やっぱ僕らはね、ちょっとしたコンプレックスがあったんよ。やっぱり俺らは関東の人間に笑い負けへんと、うんうん、今やから正直言うてね、俺らはネタをその毎週毎週、うん、そのユニットコントであったりとか、うん、漫才であったりとかそういうの作ってるけど、うん、あいつらなんやねんと、うん、ダジャレ言いやがってあんた誰でもできるやんけみたいな、おいらおかっこやで言いながらね、うん、まだ若かりし頃よ。いや、そうね、いや、ボキャブラってね、やっぱそういうもんだったからね。そう本当にダジャレ番組ダジャレで、で、まあ子供から、まあ、お年寄りまで笑えるという文化やったら、俺らは深夜番組で、ど深夜でもほんまに安い、その東京のチャンからさ安い、ポロポロのズラつけて、もう絶対女に見えへんけど、女のなりきるみたいな、なんかやってたんやけど、東京になんか2丁目劇場で、たまに TBS の中であってね、こっちは何も持てんけど、こっちがバチバチなわけよ、もう。いや、だからもう大阪対東京っていうのは、ものすごいあって、だから番組とかでも東西対決ってね、今でもあの正月番組でもたまにあるけど、それがもっとひどくて。そう、あの今は M1 っていうのがあって、みんな、なんかお互いの声よしで、で、いいねんけど、俺らの時代って、ね、あの爆笑ブームって出てた。いや、俺は出てないんだけど、だから東京から行った芸人はもうみんな滑るというか。そう、あれは良くなかった、今考えたら。あのね、忘れもせんのがね、あのネプチューンね、あの名倉さんの先輩やけども、ネプチューンのあの二人って、あのフローレス、フローレスと二人コンビやって、俺らよう一緒に出とったんや。ほんならね、一生懸命、あの泰造は真面目やんか、で、ホリケンも一生懸命袖で練習して出るやんか、一言なんでだよって突っ込んだ瞬間に、あの爆笑ブームで10本手やがったら終わんねやん。それがね、なんでだよ、ツッコミだけで6本ぐらいバーンってあった。あれはな、標準語がダメなんだよね。あれは今考えても俺はちょっとかわいそうやったし、なんか心痛かった。いや、だから俺は関西で初めてネタやったのもすごい覚えてて、うん、NHK の新人漫才コンクールがあって、うん、で、安代智子とテイク2が優勝候補みたいな。あ、そう。
な雰囲気ではあったのね、まあ、初めて大阪でやったらもう鉄板ネタなのに、っていうか前の方の子はね下向いてんだよね。でね、ちょっと笑ったりすると叩いたりするの。笑うなじゃないけど、うん、何これと思って、やりよくない文化や、そりゃ大阪嫌われるわな当時な。いやだから大阪は厳しいなってなったね。だからボキャブラブームの時に、はい、いろんなところ地方でね、うん、イベントやるとやっぱ3000人とか5000人とか、うんね、富士急では1万人とか来るんでね、うん、もうだから大阪でやると半分だもんね、400人とかしか来ない。いやそれはね正直な話、うん、全部負けとって、いやあのね笑いというものの特化したのはやっぱり俺は関西人はものすごいこう、うん、特化してるかもしれないけど、あの東京の人間だとやった時にね、ライブとかでもね、たまに合同で会ってんけど、めちゃくちゃおしゃれでヒゲちゃんと剃ってんねんみんな。いや普通剃るでええのよ。だから俺らは汚かったんよ、関西芸人は金がないから。ぶっちゃけね、あの当時僕らあの二丁目ブームって言って、それこそ千原さんとかジャリズムとかそんなの持って、で俺らもやっててレギュラーがね8本あってんけど、関西で、うん、1本5000円だよ。はぁーテレギャラ、うんうんうん、あの今やからこそ、いやうまくすればじゃないけど、うん、何本やったあのあれ。いやボキャブラとかももう本当にね1本手元に来るのは1万円とかでした。あやっぱそれでも倍ぐらいしか使われへんの。うんうん、はぁ。いややっぱりめちゃくちゃ安かったし、うん、だから衣装なんかもついてないから自分で買わなきゃいけないじゃないですか、うんうん、だから俺ボキャブラゴールデンやった時まだバイトしてましたからね。あそう、はい、なんか俺ら勝手にあいつら金ばっかり持ち上がってみたいな。いやだからあの芸人って汚く見えちゃうから、うん、もうそれでなくてもみんな古着とか着るから余計ね、なっちゃうから襟付き着ようとか、うん、安くてもいいからそういうねあの派手な色のやつ着ようとかそういうのは気をつけてやってたから、うん、なんか綺麗に見えたんだ。東京の番組のセット見たらもうびっくりしてたから、こんなセット作んのか、たかがこれぐらいのことでみたいなのがあって、なんかハングリー精神があって、もうそういうのがもう時代がどん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 経て、俺とだから例えばチャチャイレマンデーをなんか始まったん、たかがだから7年8年前やから、うんうん、俺はもう40過ぎとったよだから、うん、でもうなんか知らんけど、うん、まあ、と仕事一緒になってロケも一緒になりもろもろ喋ったらね、うん、ねまあまあまあこの YouTube やから言うけど彼の本も読ましてもうたんよ、うん、ほんならねやべえね結構ね、裕福であったかなかったかは知らんけど苦労はしとるわ。やっぱ芸人の子供っていうのはやっぱ普通しなくていい苦労があるというかね。俺らそれ全く分かれへんから、うん、でも、うん、そういじめとかはなかった。いやあったよ。だから今本当にはいじめだと思ってないけど、うん、ね、だからお前の親父バカだなってのも一つやね。もうそれはもうテレビ見た次の日には絶対言われるわけじゃん、うん、ね、でしかもまあまあ子供の時やったらね、なんかこう傷つきやすいし、うん、ね、中学とか高校とかだったらまた違うね、うん、そうそう、あ好きな女の子とかできてるから、ね、中学高校になると、うん、やっぱりその周りも大人になってくるから、うん、テレビに出てるすげえってなる。ああなるほど。まだだからうちの親父はね結構テレビ出てた方だから、うんうん、あのその時80年代のアイドルとかと、うん、ね共演したりするわけじゃん、はあ、だからみんなもうアイドルブームだから、はぁ、あ、まあね、ひだのちね、ひだ本名ひだって言うんだけど、ひだの親父すげえなってなってきて、うん、小学校の時とかにバカだなとかって言ってたのが、うん、あのサインもらえねえかなとかさ、あやっぱり言われて、中森明菜さんとか、そうそうそう、いやもらえなくもないけどみたいな、まあ、立場が逆転してくるんだ。だって浅草なんて昔ね、夜チャリンコで走ってるだけで、うん、不良に絡まれて、てめえ何チャリンコ乗ってんだよ、まあ、意味わかんなくね、どっちかでガラゴルとかやもんね、でみんなに囲まれて、うわボコられるわ、これだ最悪だなと思ったら、うん、そのうちの一人が、あれ、お前東八郎の息子じゃねえかって言い始めた。そしたら、えって言って、うん、え、マジかよって言って、で、なんか、はい、そうですけどって言って、え、俺キョンキョン好きなんだけど、キョンキョンとかに、ああサインとかもらえんのとかって言い始めて、うん、え、キョンキョンですか、ああ、あんみつ姫とか言ってんの、ああ、別にみたいな、あ、そうやってたもんね、今日は、そうそう、やってたんで、で、あ、いや別にもう言えばもらえんじゃないですかね、で、俺はもうぶん殴られると思うけど、もうここで引いたら、うん、もうダメだと思って、うん、もうこれでどうにかこれを乗り切ろうじゃないけど、うんうん、
他になんか好きな人とかいるんですか。めちゃくちゃ生きって言ってるけど、言うてることこそこそしたからや。あきらっすか。あきらっすかってお前の女みたいな。あきらね、みたいな。うん、モルムスみたいな。ちょっと向こうもなんか、あ、そうか、みたいな。うん、じゃあ次の時じゃもらえるみたいなって。で、あ、じゃあ行っていいよ、お前。うん、じゃあ今度本当また頼むなみたいになって、おい、おい、って感じで、道具で次もらうだからね、もう、いやだけどもうその時はもうただ逃げたかったから、そのまんま、じゃあ俺行きますみたいな感じで、助かったみたいな、いや本当に2世で救われた、そういうとこだったらええとこもあるし、っていうことか。親の背中見て育ったから芸人になろうと思ったのか、逆に言ったら、いや、こんなんなりたくない、もっとこういう人になろう。もう全くもう、尊敬しすぎてて、なっちゃいけないもんだと。それは何で尊敬をしとったの？いや、もう本当に一握りしか食えない仕事だっていう、いかにプロフェッショナルかっていうのを、子供の時からも植え付けられるという。誰に？おじさんに？もう弟子もいれば、周りに若手とか、面白いって言われる人たちがいっぱいいるわけですよ。ね、でも飯食えないみんな逃げちゃったり、借金して、ね、目の当たりにしてるから、もうはこうやってテレビ出て、ね、こうやってみんなを食べさせてるって、うちの親父だけでその周りにもういっぱいいるけど、全然ダメなんだよね。面白いけどダメ。そうそう、面白くてもダメだから、今ね、浅草キッドっていうね、映画あるじゃん、ね、カリさんがね、だからその劇団ひとりがね、やってたけしさんの師匠をね、もう書いてるんだけど、うちの親父の先輩でもあるし、すごく仲良くて流れが一緒で、そう東八郎師匠よりまだもう全然先輩、で、家が近所だったから間近で、芸を見たことある？あるだから舞台も見てたし、俺はだからまだ2ビートが浅草で演芸場できた時に見てたから、うちの親父がメインで、っていうかその看板で芝居みたいなやつで、その前座みたいなので、だから2ビートとか鶴太郎さんとかが出てて、わ、めちゃくちゃ面白いなと思って子供ながらに見てたんだよね。その深見、そう、深見さんもだから浅草では有名な師匠で、すごい面白いって言われてるけど、ずっとやっぱりストリップ劇場からは抜けられなかったというか、だからそうやってテレビにも行けなかったし、売れたわけじゃないです。それは、その今で言うね、まあ、今で言うということもない、当時でも放送の規定に引っかかる、まあ、いやいや、そのストリップ劇場って僕らなんかはその文化があんまりないんでね、東京しかそういうのやるので、どっちかというと卑猥なね、言葉を連発するのかなとか思っちゃって、いや全然そうじゃなくて、ちゃんとしたコントやってんだよ。あ、ちゃんとしたコントやってるけど、なぜそんなテレビ出られるの？いやだから多分やっぱセットになってなかったんだね。だからコンビを組んでね、ネタをやってとかじゃないから、へえ、だから人を育てるというか、教えることはできるんだけど、やっぱ自分が世に出ることはなかなかできなかった人ではある、ね、だから名監督が別に名選手ではなかったみたいな感じなのかな。だからそういう子供の時からすごいんだけど、なんかこう食えないっていうのを目の当たりにずっとしてきて、やめていく人ばっかり見てきたから、その深見師匠の下に入った人間も言うたら、もう2ビートぐらいしかおれへんかったってこともんだ。そうそうそう、みんなやめだった、ちょっとここも見させてもらったけど、あれもだからたけしさんだけだからね、言ってみれば最後まで残った、で八代師匠の、お弟子さんもそうやめていって、そう、もういっぱいやめていってるし、だからもう本当にこれもう残酷な世界だなっていうのがあったから、それをやりたいなんて思わない。こんなきついとこ嫌や。うちの親父がね、俺は18の時に高校卒業してすぐ死んじゃったのね。あ、そうかそうか、急性だったから、朝起きたら死んでたから、その時に、そっからだからうちの師匠になるんだ、金ちゃんだよね、金ちゃんが、だからそのうちの親父がもう死んでる横で、君がもし芸能界やるんだったらね、今度は僕が君に教える番だからって言って、実は君のお父さん僕の師匠なんだっつって、そんで感動して金ちゃんとこ行き始めて、何も教えてくれないんだよ。3年経った時に、いいか高いよ、ゲイっていうのは人に教わるもんじゃないですか、おめえが教えるって感じなんだよ。
厳しかったの、ほんなら。いやだから、ね、何にも教えない。遠く厳しくない代わりに教えてもくれない。そうだから教えてもくれないし、リハーサルだからその時勝俣さんとかチャチャが、あったあったあった、人気だったから、うん、そのアイドルグループとしてね、うん、それのリハーサルを見に来なさいと、うん、でも見てもいいし見なくてもいい、うん、だからもう自由、うん、だからもうやれとも言わないしやるなとも言わないし、それ逆に辛いよね、うん、だって見に来てもいい、来んでもいいぐらい、絶対来なあかんような気もするよ、うん、だけどみんな他ね周りにいたのも大学生とかもいたから、それはほら大学も行くし、うんうんうん、だからやる気のある人はまたやめてっちゃう、やる気のある人は金ちゃんとこ来たからもう売れるとかなんか教わってとか、うん、ねやらせてくれるんだと思うんだけど、うん、何もしてくれないから、うん、なんかこうあのはい教えてくださいとかって、キンちゃんガツガツした人嫌いだから、ああ、うん、そうするともう俺とか絶対無理、うん、もう無理無理なんか教えよみたいな、ダミ声が無理だから、ダミ声だからそれは俺接客のものを無理に取れいやでも本当に、ああそうそうそう、だからそういう風になんていうかね、キンちゃんはもう優しくも厳しいとか、だから俺みたいに何になりたいとかがないから、ただぼーっといられたっていうのが多分良かったんだね。その東八郎師匠の、うん、息子やっていうのに対しての気遣いじゃなかったってこと？いや気遣いだったかもしれないけども、もうそういうふうに突き放すわけじゃないんだけど、もう金ちゃんもね番組作んなきゃいけないから、うん、ねそんな構ってる暇もないし、うん、ただただだからその、うん、あの付き人みたいにカバンを持って歩くのもそんなもんなし、うん、なし、あのお茶汲んだりとかするんだけど、うん、何人かいるから、うん、ねあの俺一番後輩だから、うん、やっぱ近づきたいじゃない、なんか、うん、先輩たちが、うん、だからあのお茶持ってこいって言われて俺が持っていくと、うん、ねうちの相方とか先輩でいたんだけど、うん、あっつって、まあ、金ちゃんにどうぞって持っていくみたいな、ああなるほど、うん、でパシリのパシリみたいな、ああそれでもやめようと思えなかったと思わなかったね、目的がなかったからやめるタイミングもなかった。あのある時その作家の、ね、志村さんっていう作家がいるんだけど、うん、その人がもうあの金ちゃんも今ね、うん、番組いっぱいやってないし、うんね、お前も暇なんだから、うん、ちょっとあのネタをね考えて自分たちでやってライブというのも出てみたら、うん、って言って、うん、で深澤さんとね、うん、ねやったらいいじゃんみたいなって、うん、へえと思ったのよ、うん、なんで3年先輩やちょっと、いや今やったら普通やけど当時の3年で、うん、そうそうそういいな、もうここも絶対的なあれがあったから、絶対敬語やしね、うん、そうそうそう、白いのも白いのも黒やからね、いまだに深澤さんだもんね、やっぱり相方のことは、そうか、向こうは高弘っていう、うん、それで、で、まあいいやと思って、まあ言われたけど、それはほんなら、その志村さんっていう方が、うん、その、うん、この2人ということを決めた、うん、まあ2人で余ってた、みんなデビューしたらやめちゃったりとかしてて、ね、何もしてへんねやったら、うん、いいからやってみなよ、いいからやればいいんだよみたいなつって、ああはい、でその志村さんがネタ書いてくれた、うん、自分で書いて、うん、アンナックスで書いて、そうそうそう、漫才、うん、漫才、でも漫才なんか今までだって、うん、見たことないけど、コント見たりとかさしてるけど、うん、漫才見たことあるけど、うん、見たことないけど、もうだからもうしょうがないよね、だからいろんなライブ見に行って、ああなんとかこんな感じかみたいな、このライブだったら出れそうだなみたいな感じで、うん、でネタ書いて、うん、でネタ見せ行って合格して、うん、でライブとかに出るようになって、うん、そしたらもうね最初に作ったネタが、うん、どんどんなんかいろんなところで優勝してくる、へえ、それで NHK の決勝大会まで行ったんだね、だから最初に作ったネタって、うん、ね、あの、うん、何も考えないの作ったの、そう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 、逆にあの、うん、変にマニアックなところの脳もないから、うんうん、ただただに、そうそうそう、素直になんかね、素直に簡単な振りボケ振りボケって言って、うん、もう本当手数だけ増やしていって、うん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 、っていう、よう形になったよね、じゃあ漫才、いやでもお互い前説とかはすごいやってた、一人ピンピンで、ピンピンで、喋りに関してはそうそうそう、まあよく通ってて、うん、でそのままパッと言って、うん、まあまあいろいろところで賞を取りました、うん、でボキャブラも入りました、そうだからそういうのも声かけてもらったりとかして、うん、で、ね、どんどんなんかそんなんだろう、まあ、当時輝いてたんだろうね、いろんなだから番組が呼んでくれて、呼んでくれてた花丸マーケットとか、はいはいはい、主婦向けというかね、うんうんうん、そういう番組とかのレギュラーにどんどんなってった、ね、うんうんうん、なんかそのボキャブラブームもちょうど乗っかって、うん、乗っかってとか、だから運が良かったね、そこはずっと気遣ってて、うんうんうん、未だに未だにそうね、
だからそこの関係が変わらないから、よくだから周りから見ると仲悪いとか喋んないなとかって言われるけど、そもそもが先輩後輩で、そうだから解散とかも考えたこともなければ、うんね、別に仲悪いと思ったこともなくて、へー、向こうの方から飯行こうとかはない、ね、酒飲まないしね、もう。早くに結婚もしたし、あの奥さんがね、美佐子さんとね、田中美佐子さんでしょ、 それ聞いたらどない思ったの、いや震えたよねもう、もう何やってんねん、もう当時だってね、まだタバコ捨てたんだけど口に持ってけなかったいいね、びっくりして悔しくて、いや悔しくてっていうか、ね、近くよく一緒にみんなで遊んでたから、うん、美佐子さんってもうその当時も大スターで、せやね、当時だってトレンディドラマの時のもう主役やったからさ、浜田さんとかでやってた時は、そう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 ね、 AD ブギターとかやってた時は、で、うん、深澤さんが運転手のバイトしたんでね、美佐子さんが、うん、で運転手と付き合ったんや、そう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 、でまあ同じ事務所だからね、うん、あ事務所一緒なの、一緒一緒一緒、それでだから俺なんかもう本当に宮野さんは遊びに行けないじゃん、人も集まっちゃう、そうそう、ボディーガード的な感じで俺らも暇だったしちょうどよかったんだよ、なるほどね、で3人ねその若手連れて、うん、なんかご飯食べ行ったり、うん、どっか遊びに行ったりとかね、うんうん、遊園地行ったりとか、うんうん、海外にも連れてってくる、おらおら旅行とかね、だからめちゃくちゃだから本当に仲良くさせてもらってて、じゃそんな関係やってのは知らんかったの、いやだから知らない、あくまくったり知らんかった、いやいやみんな知らなかったと思う、うん、だからもうフライデーって震え上がったもんね、もう嘘だよ、だから見た時も嘘だと思ってた、だってそのみんなで行ってるからそれたまたま2人になった時だけパッと撮ったんやと、うん、で美佐子さん家とかに泊まってんのも別に知ってたし、うん、付き人だから朝早かったりすると車運転しないといけないから、うんうん、そっちの部屋も全然別々だし、うん、そんなことはまあ、 ありえねえなと思ってた、うん、ある時だからね喫茶店に呼ばれてさ、うんうん、実はあの結婚することになった、え飯も食えないのにみたいなまだね金もないわけだから、ね、そうそうそう、それで「え相手は?」って言った時に、うん、「お前よく知ってる人」って言われて「え誰?」って言って「ええまさか?」と思って、うんうん、田中美佐子さんだったんだけど、でもこっちも芸能人だしね、もう仲良かったね、うん、もう家系的なも芸能一家だから、ね、こんなんでビビっちゃいけないって「へえ」って言ってタバコ吸えなかったすごい驚いちゃった、アズマックスといえばだから芝居とかも結構精力的に、うん、劇団をね自分で持ってやる、そう俺、ね、あの僕見に行ったことないけど、うん、DVD 見せてもらって、うん、結構やっぱり金ちゃんの芝居に、うん、自分の親の見にしてるから、うん、そのちゃんと土台をちゃんとした記事を作ってるよね、芝居が好きなんだよ ね、 あの見てて楽しいし、うん、で一回所にやろうって結局全然できないね、コロナもあるし、コロナになっちゃってね、同世代でね、やっぱり僕らも今第7世代って言って、うん、そのまあもう負けるとこは負けるのもうしゃあないのよね、うん、これ年齢的に、世代はね絶対世代でとかもうそれはもう仕方がないとしても、うん、やっぱりもともと培ったものの長さっていうのは我々にもまだ力あるからね、うん、もう今やっていきたいなと思うんやけども、うん、なんかもうコロナ負けるし、ね、どうやろうぜひねちょっとやりたいよね、うん、なんかこっちも作るし俺も作るから、うん、なんか新しいことね、そうね、うん、だから東京と大阪でね両方なんかやりたいね、なんか最近ももう全然飯も行けてなかったんで、そう奥さんにも俺長いことおてんの、あの2人ではおてんねんけど、俺もともと奥さんが何回かゲット俺の、あの俺の近くあの昔やってたナルトモっていう番組、うん、俺の呼びゲットやったけど、うん、よう来てやったよ、綺麗な子でな、ええ子で、そうっすかな休みサインもらいますけど、いやわ一緒やねんほら浅草の若かりとろうとお前といいですよ、いいらんってまあまあこんな感じで、あのまたあの時間がある時に、はい、あのよくあの仕事も一緒になるんで、うんうん、今度はちょっとロケするか、ね、まあ芝居するか、うん、なんかちょっとやりたいですね、どうせならやりましょうよ、はいはい、ぜひぜひ、今日はどうもありがとうございました、こちらです、俺あれめっちゃ好きやね、俺あの話、あのね、あの芸能人やから一家やから、うん、あの家族対抗歌合戦みたいな、昔ね家族で出る、ね、歌番組があったんだよね、でちょうど中学生ぐらいで、そうで俺うちあの兄弟が5人いたから ね、 ね、であのああいうの出る時ってやっぱ家族で出るからちっちゃい子に合わせるんだよね歌を、
一番下が俺が6個離れてるわけ。あらあらあら。で俺がだからもう中3とか高1とかね、うん、もうグレてる時に、うん、ね、いや俺はブームやったもんな。そうそう、もうグレてる時にね、みんなもパンチパンみたいなってたりとか、そうそうそう、長男とか短男とかって聞いてるし、で6個下だからもう小学校の低学年とか、うん、そうするとね、1本でも人参とか歌うわけ、うん、家族、うん、ね、そうそう、もう俺はもう歌いたくないわけで、ああ同級生も見るし、そう、同級生も見るし、もう出るとバカにされるからで、家で練習とかしないといけないんだけど、もう全然一本でもう人気とかもう歌わないじゃん。すみません、子供家族もおるしと、いや、ニコニコ歌えとね、だからうちは八郎師匠が言う、そうそうそう、リハーサル終わって、うん、じゃあ分かったっつって、お前はもう歌わなくてもいいけど数字だけ言え、はい、ね、うん、数字だけだからお前の担当なみたいになって、で本番よ、もうね、テレテレテレテテレテレテテテレレレレ一一一マネニエ、もう数字はめっちゃ不良みたいな、これをやもうごましよう、ね、ちゃんと言うのは言うの、言うの、本番だから、本番だから言わなきゃだから、6はね、もう子供が一生懸命歌ってるんだけどさ、7 1引きでもう8 どうでもくれて9入って、もう十分スープで一個でも忘れてくれ、一個目だからね、うん、いやだからあれはもう本当、今思うと本当ひどいよね。